開始します。はストップ&ローかかったんだけど、もう11回も再生されてますね、さっきの。早っすね、みんな。いや、そんなにさ、あの、ネタが好きなの。よし、ギリギリに入ってやる。セッティングようわからんから、このままでいいや。セッティングとかしねえよ。なんでアウディそんなスタート早いの？え、だってそりゃエンジンが、早いんだよ。もう重い重い重い。24時間は30台で走ると重くなっちゃう。そんなに重たい？あのニコーナーで詰まると、みんなぶつかって詰まっちゃうと。リタイアですわ、もう。タイヤ冷えてる。タイヤ冷えてるか。全然曲がんなかった。いや、予選で走りまくったからよかった。全然止まんない、やだ。この車のコツは踏まないことだ。アクセルもブレーキも踏まずに走るんだ。それいかんでしょう。ノーブレーキ走法だ。ほら、まあここはさすがにアクセル全開だけどさ。つまりここは先はブレーキ踏まないです。そうだよ、クリープだけで走るのは相当きついかと。それはあれか、オートマだけか。おお、そんなに膨らまないで。やべえ、超楽しい。ああ後ろ、後ろで回ってる車がいますね。トラード走らなければ2位はあってだ、多分。1位取りに来いよ。だからあのこうやってプッシュして前の車にプレッシャーをかける。プッシュしてないけど。プッシュしてないよな。え、だってプッシュすると死ぬもん。プッシュを裏返してマシンを見る。危ねえ、また急ぐとこだった。あ、まずい。あぶねえよ。5速か2速いっちゃった。もう一機種ブレーキが出るよな、ピッチャー。あとね、俺じゃない人がブレーキ踏んでる。おお。よくあれあれかな。
ちょっと待って、ロビンさん、ちょっと待って、それはないぞ。いや、俺何もしてない。いや、言わしてるでしょ、明らかに。おい、1コーナー突っ込んできたやつ誰だよ。いや、あの、隣の車にサイドプレスされてバランス崩したんだよ。おい、隣。1コーナーサイドアタックしてるやつ誰だ。あんただよ、おあぶね。あぶね。そんなビンちゃんにお仕置きだ。お仕置きだ。やばい、あと3周や。2本ちょうどしないようにすれば自分の持ってるスキルをフル活用して準備する。やばい、逃げ切れる気がしない。自分の持ってるスキル最大か。サイヤープレススキルでしょ。いやもう全開で走るからね。もうお、あわよくば全開で走って死んでくれ。早くコースから消えてくれ。それがロビンさん。それはないね。コースから消えることはない。だってバリケードあるし。いや、ジョーガーに行くかもしれない、飛びすぎて。それはガッチ飛びだから。鬼のアタックをしてきている。サイドアタック食らうと思うんで、頑張って。やべえ、代表にサイドアタック食らう。ちょっとミスったね。何してんねん、あんた。あんた何してんねん。ちょっと遊びすぎた。タックミラーなんかもう二度と見ないぞ。自分の星に集中する。なんか遊びすぎー。あーあコースマップは見るけどね。遊びすぎた。そう、あのバックミラー見なくてもコースマップがあるから意味がないっていう。それな。バックミラー見ないのは余裕だ。何やってんの。あさっさ曲がった。あと1周か、逃げ切れるかな。いや、その距離ならいけるいける。5秒はセーフティーリー。あ、パート2か。あ、ついこういうレースになると俺が強いのか、やっぱり。あ、伊沢くんとは戯れてたとだよ、ベテル君戯れてたあんたら戯れすぎや、ちょっと真面目に走れ。ほら、同じチームだから仕方ないだろ。強いな、仲良しないで。さすが松田や。まあ、リアルだとすげえムカつく顔してるけどもっとムカつく顔して妹くんからぶっ飛ばされてた。自分からタックルくらって飛ばされるから。タックルは絶対飛ぶ。あ、よくともそうか。まあ、あの、よくてぶっ飛ぶ、悪くて骨折る。うん、悪くてね、もう骨折れる多分。いかん、あのスピードバックがすごい。クロスボウ楽しいな。もうや、もうこんなレース嫌だけど俺は。ヤボックストラブル行きました。多いわ。たまゴールできねえ。あー、ダメだか、間に合わなかったか。やったー、レースオーバー。あ、でもベストラップ41秒だ。